ユトランド沖海戦で爆沈するクイーンメリークイーンメリーはイギリス海軍ライオン級巡洋戦艦の3番艦。1910年計画で建造された艦で姉妹艦2隻とは複砲の配置などが異なっており排水量も若干増加している。1913年に収益。第一次世界大戦の勃発で グランドフリート所属となり1914年8月28日、ヘルゴランドバイト海戦に参加した。1915年1月24日のドッカー、バンク海戦の時は回収中であったため、参加していない。なお、同年12月には、包囲板照準装置が装着されたほか、全部マストや、マストヘッド、拡張部や環境周辺が、 死中により強化されるなどの工事が行われた。1916年5月31日、ユトランド沖海戦に参加、ドイツの巡洋戦艦、ザイドリッツ、デアフリンガーと交戦し、150発以上の砲弾を放ち、ザイドリッツに対して命中弾4発を与えている。その後クイーンメディは、デアフリンガーからの命中弾2発によって、火薬庫が誘爆した結果、艦首から、 全部マストまでが根こそぎ吹き飛び、戦闘開始からわずか38分で文字通り爆沈した。乗組員のうち1266人が戦死、救助されたのは20人であった。上官していた日本の艦船部官、下村忠介中佐も戦死している。戦艦、巡洋戦艦の主砲の射程距離は、この時期を幅に増大し、そのため放物線を描いて飛来する砲弾は、 原則ではなく、艦艦に命中する確率が高くなっていたが、各国海軍はそのことを認識しておらず、艦艦は、ほとんど、無装甲で防御を考慮していなかった。クイーン・メリーの爆沈は、その問題を各国に認識させることになった。また、英国の最新英巡洋戦艦であった本艦の、あっけない最後は、速度こそ、最大の防御とする英国型巡洋戦艦の、 嫌韓思想の誤りを証明した。これに対し、防御を重視したドイツ巡洋戦艦は、英国巡洋戦艦に比べれば遥かに堅牢であり、本艦を撃沈した、デアフリンガーは21発の砲弾を受けながらも、沈没を免れている。クイーンメリーの最後は、日本の混合型戦艦をはじめとする各国の戦艦、巡洋戦艦のその後のあり方に大きく影響を与えた。 ありがとうございます。